ヤシガニの脱皮についてお話を伺っていきたいと思います。皆さんの中でヤシガニを飼育したことがない方がほとんどだと思うんですけども、ヤシガニって飼育がすごい難しいらしくて、何が難しいかっていうと、もう脱皮がねめちゃくちゃ難しいらしいです。ほとんどの失敗理由が脱皮をしなかったり、脱皮が失敗してしまって死んでしまったりらしいんで、今回はその難しい脱皮についてお話を伺っていきたいと思うんで、これからねヤシガニを飼育しようか悩んでいる方とかは、ぜひね参考にしていただけると幸いかなと思います。で、前回のレプアディさんの訪問撮影とか、あとはカメレオンの飼育方法、繁殖についてをねまだ見てないという方は、よかったらねそちらを見ていただけると、いろいろとね素敵なお話を聞けるんで、絶対ね見てね、絶対見てね、うん絶対見てということで、こんな感じでやっていきましょう。はい、ということで今映っている子がレップバディさんに、いるヤシガニなんですけども、わかりますか？ちょっとねここが見えづらくなってるんですけども、後でね上からも見てみたいと思います。で、なんとこの子がね脱皮成功してるんですよね。すごくないですか？何がすごいっていうと、このヤシガニっていうのはなんか今最近になって結構いろいろ情報が新しくなってきたんですけど、前まではねこう土をめちゃくちゃ厚く敷いて、でそれぐらいしないと脱皮が成功しないというふうに言われてたんですけども、まあ、そこから僕もブログとか拝見して鶴川さんのブログにたどり着いたんですけども、その時にヤシガニのオフ会みたいなのがあったんです。でそちらの方で、まあ、厚く敷かなくてもシェルターみたいなのがあって、ある程度の湿度を保てればそれでも脱皮するよっていう風に言うてる方がいて、でそういうことをブログで書いてたんですよ。でそれを実際に本当なのかなって半信半疑で思ってたんですけども、ちゃんとねこのプラケの中で脱皮が成功しちゃってるんですよね。なのでこのプラケがもうこの子からしたらシェルター代わりになって、である程度の湿度を保てるから脱皮が成功したってことなんでしょうね。いやこれはすごい、動画にしてる人もいないんじゃないかな。ほんとすごいね。じゃあちょっとね上から見てみましょう。ということで上から見てみると一目瞭然ですよね。もう下の方にこの脱皮柄があります。でこれは脱皮柄を食べるんですか？食べますね。爪先とか以外は全て食べてしまいます。すごいね。やっぱカルシウムとして取るんかな。結構いろんな生物知ったんですけど、ムカデとかも自分の食べるし、レオパもみんな食べるし、なんか基本的にみんな食べるんですかね。そうですね。それっていうのはやっぱ居場所を特定されないためとかいうのもあるんですかね。再利用だと思いますね。割と陸生の、まあ、甲殻類であったりさ爬虫類っていうのは、その自分の脱皮殻も再利用するっていう意味合いで食べる子が多いです。まあ、過酷な環境で生きてる子多いですもんね。海の中の甲殻類、カニとかエビとかは脱皮殻捨ててしまうんですけど、海水中にカルシウムがたくさん含まれているので。鶴川さん的にはポイントとしては何かあります？このヤシガニ飼育で高温多湿ですね。乾燥させないようにする。ただ床材が爪に水浸しになってしまうと爪先から悪くなってしまうので、その濡れてはないけれども湿度が高い状態っていうのをこういかにキープするかっていうのが大事になってきます。そこ難しいですね。難しいです。ヤシガニ長期的飼育してる方いないですもんね。一人だけその脱皮成功したっていう人はいましたけど、やっぱり周りの方で飼育してもすぐ死なせてしまったりで、この子だけじゃなくてもう一匹いるんですけど、その子もねちゃんと成功してるんですよね。だからこれまぐれとかそういうたまたまとかじゃなくて、ちゃんと環境が合ってるから脱皮成功してるんですよね。ほらここにすごい、やっぱこういう風に個体差あるんですね。色に色はね結構個体差あります。で脱皮すると色も変わったりしますね。へえ、脱皮で変わるんですね色。変わります。すごい、わあかっこいいな。僕もねこの子すごい飼育したくて、なんか石垣島にこの前行ってきたんですけど、石垣島のこのヤシガニのなんか禁漁期と禁漁区っていうのがあって、なんか禁漁期が確かね12月から8月まで捕まえることができない。サイズ規定もあって、大きすぎず小さすぎずちょうど中間ぐらいの間を狙わないと捕まえれないみたいな、なんでちょっと断念したんですけど、もうすごいかっこいいですよね。まだこの子でねだいぶ小さい方なんですけども、石垣島に行った子すごく大きかったんですよ。あのぐらいの迫力になるとやっぱ結構成長も遅いですもんね。遅いです、多分1キロになるまでに15年くらいだそうです。いやもうそんなん食べたらあかんわ。特にね
日本のはやっぱ温度が平均低いので時間がかかるみたいで、はい、クリスマス諸島とかインドネシアとかだと、まあはい、もうちょっと成長は早いんじゃないかっていうのは言われてるんですけれども、なんかセミとかも食べる人いるじゃないですか、はい、セミとかも幼虫の時期すごい年月経ってるのに、それをさなぎになりかけみたいな、さなぎっていうんですか、ふか、うか、うかし始めのやつが一番うまいみたいな、中国でよう食べられてるらしいんですけど、はい、めっちゃかわいそうやみたいなで、クワガタのお話もさっき聞いて、そのさなぎからうかするのが一番大変って言ってね、ちゃんと成功してることなく言ってね、まあそれは仕方ないんかもしれないけどでもヤシガニもなんかそのお話聞いたらちょっとヤシガニ食べる気にはなれなくなってきたな味はね、すごく美味しいです。すごい美味しいらしいですよね僕も何度か食べましたけど、ほんまですか、はい、なんか、カニに似てるんですか、味は。カニよりもすごい濃い味です。うわー、カニ味噌みたいな感じなんかな。カニベースの味なんですよ、すごい濃い味で。うわー、お腹に味噌を溜めるんですよ、そのレオパみたいにその栄養をね、お腹に蓄えて。あ、これ溜めてるんだ。そうなんですよ、そこに濃厚な味噌がすごい詰まってて、うわ、そこに身をつけて食べたりとか、その味噌であの白飯をもらったりとか。すごいですね。すごいね、今話してるだけその頃が美味しそうに見えます。いや、確かお腹空いてきましたよまだ僕朝から何も食べてないんでただその沖縄の石垣島に8人ぐらいで行ったんですよ、はい、で、ヤシガニ食べに行こうかってなって、ヤシガニ見に行ってネットで調べたら3000円やって、で、ちょうどその時が禁漁期間だったんで2万5000円やったんですよね。で、3万5000円の方をなんか台湾の方かな、その観光人が9人か10人ぐらいが大勢の人が頼んでて、で、それ見たんですけど、うん、めちゃくちゃ美味しそうやなみたいな。でね、この子ね、面白いのが後ろ足にもハサミあるんですよ、この前の方に。これってハサミ片方大きさ違うの、これオスだからってことですか。いや、オスメスはね、また別の場所で見ます。持つときはね、この長い方の足、ここを持ってしまうと。あ、そうやって持つんだこれがね、メス の卵を持つための足なんですよ。あー、ほんとだ。なんでこれがあるのがメスです。あ、すごいわかりやすい。なのでこの子はメスですね。でハサミの大きさ、確かにオスもあのハサミは大きいんですけれども、あの基本的にはあの物を破壊するためのハサミと物を掴むためのハサミと。暴君っすねこれがもう物を壊すためのハサミですか。そうです。へー、すごい。物を壊したり、あとはその木に登るときにこっちがメインにこう体を支える方の足ですね。この子はすごい好きな草があるんでしたっけ。そうですね、あの柿の葉っぱとか、あの植生としては草食よりの雑食ですね。でもここめっちゃ柔らかいんですよね。ぷよぷよですね。すごい硬いと思ったらここに内臓とか溜まってるんですね、味噌とか。ここには味噌が溜まってます、ね、味噌。脳味噌ってことですか。いや、あの栄養ですね。あ、本当に脂肪。あ、レオパみたいに食べるって言ってましたもんね。 すごいな。ここもこう持つんですか。そうですね、基本的にはそのハサミを掴んでしまうような。本当すごい楽に掴める、はい、こうか。で、もしもまとめれるならほんまその一番長い足もまとめてしまったら。あ、まあ、大きいと、まだこの子小さいから生きてますけど、はい、無理ですもんね。こうかですね。あ、そうそうそう。あ、すごい。こうやって持つみたいです。そうです。へえ。で、ここが産卵のための足。そうです。それがあるのがメスですね。そこに栄養が蓄えられます。うん、ここだけ見るとあのエイリアンのやつみたいですねはい、ということでどうだったでしょうか。本当に綺麗ですね。皆さんもね、ヤシガニもし飼育する機会があれば今回の動画はちょっと参考にして、あ、ね、してみてください。ごめんね、ごめんね、ちょっとひっくり返っちゃった。はい、これ起き上がれるんですか、ここから。大丈夫ですかはい、すいませんということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ということで、レッドバディさんが気になる方は、ショップの URL とツイッターの方を貼っておきますので、説明概要欄から飛んでみてください。ということで、また次の動画で、ちょっとエロいなそれでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。